さて、追っ始めるか。俺の目の前に現れたあいつは魔物ではなく人の姿をしていた。まるであの頃からそのまま抜け出してきたかのように。俺はあいつを目にした一瞬、殺意を忘れていた。それが許せねえ。当てどない旅だった。どこにいるかもわからないあいつの影を追って、資料どもをかき分けさまよってきた。だが今、あいつは俺と同じ世界にいる。俺が踏みしめる同じ大地に、俺の剣の届く先に。戻ったぜ。これからどうするの？みんなで一緒に暮らそうよ、ここで。そうだな。本当？約束だよ。いいんかね、そんな安請け合いしちゃって。あ、そういえば今お客さんが来てるんだ。なんでもリッケルトの古い知り合いなんだって。リッケルトの兵隊だった頃のお友達だって言ってたから、ガッツも知ってる人じゃないかな。白銀の長い髪で、男の人とは思えないほどすっごく綺麗な人だったよ。なんだかまるでおとぎ話の中の人みたいな。もう全部が終わってしまったんだって、なくなってしまったんだって思ってた。でも生きてこうしてまた会えるなんてさ。ケルト、どかないよ。いきなり切りかかるなんて、俺たちのあのグリフィスなんだよ。どうしてさ。あれはもうお前の知ってるグリフィスなんかじゃねえ。変わらないな。口より先に剣を振る。いや、むしろ初めて出会った頃のお前のようだ。同じ顔で、同じ笑みで、同じ声で俺を語るんじゃねえ！てめえ、一体ここに何しに来やがった？お前に会いに。あの塔では随分と騒々しかったからな。お前と二人きりで話しているいとまはなかった。この場ならふさわしいだろう。俺たち鷹の団がこうして再び集うには。その名を口にするんじゃねえ！確かめに来たんだ。この新しい体でお前の前に立って、心を揺さぶる何かがあるのか。どうやら俺は自由だ。何も、お前がやったことに、お前が裏切ったあいつらに、何一つ感じちゃいねえってことか！俺は俺の夢を裏切らない。それだけだ。久しいな、黒い剣士。ゾッと。よくぞ我が予言を打ち破り生き残った。嬉しいぞ小僧。
つのあの体型の一撃を受け止めた。あの男は一体。見事だ。人の身でよくぞここまで練り上げた。こうしてこの姿で修羅を生き抜いた貴様ともう一度剣を交えてみたかったぞ。どういうことだ。なぜてめえがグリフィスと。そこをどけ。俺はグリフィスに用があるんだ。言葉は無粋。押し通り。凄まじい。こんな戦い戦場でだって見たことない。でもあの怒り、あの執念はグリフィスに向けられているの。なぜ。受け流せるような剣圧じゃねえ。同じだ、あの時と。だが戦える。あいつにたどり着くまでの数え切れない夜が俺を叩き上げた。邪魔だ。黒い剣士、さすがは絶望より這い出し男よ。見事な剣、見事な技よ。まだまだ味わい足りぬ、食らい足りぬ。ここからだ。
バカ野郎来るな。そこまでだ。行くぞ。待て、どこへ行ったはずだ。俺は俺の国を手に入れると何も変わりはしない。変わりはしないだと、あれだけのことをやって何も変わりはしないだと。お前は知っていたはずだ、俺がそうする男だと。お前だけは。ガッツ、俺にも聞かせてよ本当のことを。あの日グリフィスやみんなに何があったのか。どんなに辛い話だって俺にも知る権利があるはずだろ。ううん、知らなくちゃならないんだガッツ。本当なの？そんなことって。なんとなく気づいてはいたけど。あぁ、俺も行くよ。ガッツだけがそんな重荷を背負い込んで、なのに俺何も知らずにこんなところで一人ぬくぬくと。連れて行ってよ。俺だって鷹の。ダメだ、お前にはグリフィスは憎めない。結局どうすんの？まだ復讐の旅続けるの？もうあいつを置いてはいかない。まさかキャスカを連れて復讐の旅を。分かってる。そんなことは無理だ。分かってる。楽園の者が二人あんまり長いこと一箇所にいるとろくなことにならないのは断罪の塔で証明済みだし。他にエルフの住処ってのはこの近くにはねえのか？ある。あったぞ。ちょっと遠いけど多分この世界のどこよりも安全でビューティフォーなパラダイスが。オレンジ。一晩だけでも泊まっていけないの？言ったろ、この楽園がある限り俺たちは狩猟や魔物どもを呼び寄せちまう。そうなればお前にも危害が及ぶ。俺はエリカにだって。けどやっぱり俺だって。かけがえのないものをおっぽり出すな。合同の遺言だろ。しっかり守らなくちゃダメだよガッツ。ユキ、そういや俺が鷹の段を飛び出したのもちょうどこんな雪の中だったな。あいつとやり合ったのも今日みたいな雪の丘だった。今度は俺が置き去りにされたってわけか。ええ、
置いてきゃしねえさ。もう置き去りにはしねえ。今度は失わない。